出し子は。いいことしたな。売れない貧乏役者と記憶を失った殺し屋の人生が入れ替わり、とそこへ婚活女性登場。それが悲劇、いやいや喜劇の始まりだった。あくまで行方不明ということで、死体が見つかることないようお願いしたい。結婚相手見つかったの？私がやるって言ってできなかったことある？結婚してください。お前何やってんだ。この人が本物の桜井さんなら、あなたは出ろ。お前らのせいだぞ。笑いとハラハラドキドキ、そこには史上最高にときめくラストが待っている。結婚する予定なんです。鍵泥棒のメソッド。お前の人生このまま俺がもらうぞ。